始めさせていただきます。本日の手話通訳は徳山久美子さんにお願いしております。それでは本日の会見項目であります新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う本市の今後の対応について市長からご説明申し上げます。市長よろしくお願いいたします。はい、昨日に引き続きまして連日の記者会見となりますけれどもよろしくお願いいたします。本日は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う本市の今後の対応についてお知らせをさせていただきたいと思います。当初本日開催が予定されておりました北海道の対策本部会議での決定を踏まえ本市の対応をお知らせすることで考えていたところでありますがご承知の通り本日国が北海道を急遽緊急事態措置の適用対象とする決定を行いました。このことから北海道からは今後の動きがまだ示されていない状況にあります。一方本市の感染状況は本日現在で公表ベースとなりますが1週間あたりの新規感染者数は97人に上っており人口10万人あたりに換算いたしますと 83.2 人と北海道が示すステージ5の基準25人を大きく超過をしている状況にあります。このような本市の感染拡大傾向を踏まえますと一刻も早く市として取り得る措置を講じる必要があるという考えから北海道からの要請に先んじた形にはなりますが新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた基本方針を決定いたしましたのでお知らせいたします。資料をお配りしておりますのでご覧いただきたいと思います。市として権限を有する部分に限られますが基本方針として4点掲げさせていただいております。いずれも期間は明日5月15日土曜日から31日月曜日までといたします。まず1点目私有施設の休館等の取り扱いについてです。添付の資料に掲げております私有施設についてですが原則休館または閉鎖の取り扱いとさせていただきます。開始期日につきましては事前周知等が必要な施設もありますので準備が整った段階でということになります。なおすでに予約済みで工業イベント競技大会等で延期の対応ができない場合には主催者が感染防止対策を講じた上で利用可としております。2点目、市が主催をいたします行事の取り扱いについてです。原則中止とさせていただくことといたしますが具体には配布の資料でご確認をいただければと思います。ただし延期等の対応ができず実施の必要性の高いものにつきましては感染防止対策を講じた上で例外的に実施することとしております。3点目は
私立小中学校における行事の取り扱いです。学校行事、具体的には運動会、修学旅行などでありますが、5月に開催実施を予定していたものにつきましては6月以降に延期をいたします。4点目は職員の時差出勤についてであります。交代制勤務で実施が難しい職場を除く全職場を対象に時差出勤を実施いたします。具体的には通常勤務のほか30分繰り下げ、1時間繰り下げの3つのパターンとし、通勤時の公共交通機関での密を避け感染防止を図りたいと考えております。併せて職員の年次有給休暇の取得を促進することにより職場の密の緩和を図りたいと思っております。以上4点を基本方針とし対策を講じてまいりたいと考えております。市民の皆さんには特に施設の休館等ではご不便をおかけすることになるかと思いますが、これ以上の市内での感染拡大を防止するためには必要な措置と考えておりますので、何とぞご理解ご協力をいただきますようお願いをいたします。最後に、昨日来報道をされております、報道がされております市町村長のワクチン接種についてご報告をさせていただきます。4月28日水曜日、小樽市立病院から秘書課を通じ医療従事者のためのワクチン接種に急なキャンセルが2名あり、院内での調整がつかず廃棄をしなければならなくなるため、できれば市長である私と小山副市長に接種をしてもらいたい旨連絡がありました。これを受けまして私と副市長はワクチンを廃棄することができず急を要する中でやむを得ない状況と判断をし、同日4月28日の夕方1回目の接種を受けたものであります。私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。公表に至った、経過につきましては、先ほどもお話申し上げましたとおり、昨日来、新聞あるいはテレビ等でですね、各地の市町村長が、ワクチン接種を受けたということで、これを受けまして、今日記者会見がございますので、この機会についてご報告を申し上げたいというふうに思い、判断をしたところであります。で、それを受けての、私の考え、思いではありますけれども、全国のすべての、状況を理解しているわけではありませんけれども、率先して市長が接種を受けたケースと、今回、小樽市のように、ワクチンを廃棄する、このことも社会問題となっている中で、病院としても他に選択肢がなくて、やむを得ない、状況だったんだろうなというふうなことで考えておりますけれども、そういったケースと2つあると思っておりますので、私どもの方としては、後者でありますので、先ほどのお話も申し上げましたとおり、休養する中で、やむを得ない状況ではあったんではないかなというふうには認識をしております。現状で申し上げますと、
まあ、国が緊急事態宣言の適用を、まあ、北海道にという、まあ、方針を示された段階で、北海道と小樽市との間で今協議が行われている状況ではありません。で、まあ、緊急事態宣言とまん延防止と重点措置の、まあ、大きな違いというのは、今度は休業要請ができるということになってまいります。まあ、最終的に、まあ、国北海道が、まあ、協議の上、まあ、どういうような判断を、まあ、されるのか分かりませんけれども、まあ、そういった結果を待ちながらですね、小樽市としてどういった対応ができるかどうかということについて、まあ、明日以降、まあ、道から連絡が入り次第ですね、小樽市として何ができるかどうかについては、まあ、考えていきたいなというふうに思っているところであります。まあ、私のメッセージの中にもありますけれども、これまでと違いまして、やはりその何て言うんでしょうか、まず若い世代の方々に増えてきている、それから感染経路が不明なケースが多いという、それから変異ウイルスの確認が増えているということで、市民の皆さんにとっては誰もがいつどこで感染しても不思議ではない状況になっているということで、注意喚起をさせていただいております。そして市民の皆さんには、まあ、こういった形で厳しい措置を、まあ、取らざるを得ない状況にはなっておりますけれども、一日も早く日常ですとか、一日も早く元気な地域経済を取り戻したいということで、ご理解をいただきたいなというふうに思っております。